が今度広島で行われますので、それによっていろんな国の海外からもたくさんのお客様が来られると思うので、その人に多様性に合わせていろんな味を提供できたらなと思い、いろんな国の名前を使って今回来られる使用の方たちの国のお名前を使ってお好み焼きを作ってます。これがフィッシュ&チップスのフィッシュの部分で、あの小イワシ天って言って、あの小イワシを油で揚げたものです。オールドはちょっと引く感じだと思います。でもヤングはもうどっちかというとイギリスとかアメリカに慣れてるでしょ。まあハンバーガーだから、ハンバーガーだとね、じゃあいいと思う。なんかコーラとポテトとピッチャーのチップスが OK ですけど、この後混ぜるとなかなか食べないから